どうも、エレラリトです。こんにちは、福田です。2人の子持ち、吉住です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。あれの泰造ですみたいな、全部パターン変えてきてるからな。まあ、お願いしますね。お願いします、ね、お願いします。はい、じゃあ今回のテーマ何でしょう。今回ですね、有役者の実写化配役ということで、はい、はい、まあ、実写化ね、するみたいなんですが、まあね、はい、またキャスト分かんないですもんね、はい、今のところあんまなんか出てこないですね。もしかしたら当たってる、はい、当たってる、ね、じゃあその予想じゃないですけども、それも含めて、うんうん、まあ、この人がいいんじゃないかっていうのを、はい、やっていきましょう、ね、はい、実写化ね。じゃあこちら、浦飯祐介。まあね、まずは主人公ね、まあ、主人公ですね、はい、はい、吉住さんは、はい、僕はとりあえず、まあ、まあ今の人が見るという前提で、はい、まあ、まあ、そうですよね、はい、前提で考えたら、うん、この人かな。ザーセン、須田まさき。須田まさきね、須田まさきね、まあ、須田まさきと書いて吉住智樹って。いや、違います。何言ってるんですか。やめてください。須田まさき、ガールズバーじゃないんだよ。酒も飲んでないでしょ。はい、飲んでないです、はい、飲んでないです。須田まさきね、須田まさき、はい、だからそう、ちょっとやんちゃな感じも欲しいじゃないですか、うん、やっぱユウスケなんで。まあね、やっぱその設定上は人殺し以外大体何でもやってるっていう前提なんですけど、まあそこまでやってるかどうかは別として、まあちょっとこのヤンキーキャラっぽい感じもいけそうだし、まあね、はい、でコメディの要素も必要だなっていう、ユースケは特に、うん、なのでまあコメディも多分いけるだろうと、うん、彼ならまあ、SF なんでね、結構年齢それぐらいでもいけちゃいますよね。そうなんだよね。本当に言うと14歳だから、うん、鈴木福くんぐらいなんですよ。うん、でもさすがに福くんはちょっと真面目すぎるから。リアクションに関しては意外と大人でもいけそうな気がする。多分高校生ぐらいの設定だったら、菅田将暉でもいけるかなっていう感じで、菅田将暉ですかね。レーガン似合いそうじゃないですか。まあ確かにね。何でもできそうだもんね。反乱もいけるだろうし、うん、やっぱその学ランが似合う感じとかも。うん、いいと思うんで、須田まさき。まあ分かりますよ、須田まさき、はい。これ以上下の役者になると俺全然名前とか分かんない。おじさんの話だと。ここ限界です。はい、自分の好きな人、はい、ですね、はいはい。僕はですね、村上虹郎くんですね。好きなんですよね。でこのやっぱちょい悪みたいなのすごい似合うと思う。うん、まあ、それこそ俺学ランも似合うしね。まあね。うん、まあ村上虹郎くんね。あのツッケンドンな感じ。かもね、なるほどね、うん、めちゃくちゃいいと思いますよ。目もきつめだし、う、うん、背が高すぎるとダメだったりする。そうなんです、ね、確かにね、うん、だから俺も身長ちっちゃめの人だなと思ったんですよね、うんうん、だからこれですね、木村拓哉です。いやいやいや、それにしてもですねえ、そこいいの。ちっちゃめでいったそれいいの。はい、木村拓哉だなって思いますね。木村拓哉無理よ、もうだって40いくつ45とか46とかでしょ。いや、まあまあでも普通にレーガンみたいな当時のバーンとかやってそうですし。あ、いや、バーンはやってますけど、木村拓哉レーガンじゃない。木村拓哉がいいんだったらもう一個あったんですよ。誰ですか。唐沢俊明。いやだから違うね、今実写化するなら、今実写化するならそうですけど、まあまあ唐沢俊明、唐沢さん本当にハマり役だと思うんですよ、うん、まあまあまあ分かる。そのリーゼントとかも似合うだろうし、うんうん、分かる。でもそれ言ったらキリがなくなっちゃうから、ね、そう。でも、うん、唐沢俊明だと思うんです。菅田将暉さんはまあ今の人に見せたい。いや、そうよ、今の人で考えてください、はい、それは、はい、雪村恵子です。雪村恵子ね、恵子さんは、うん、こちらです。バス、芦田愛菜ちゃん。芦田愛菜だよ。芦田愛菜、芦田愛菜はマジでその優等生じゃないですか、うん、まあね、芦田愛菜さん、うん、で多分年の頃もまあちょっと上ですけど、うん、今まあ ね、 ね、で何よりもやっぱ芝居が上手、うん、まあもちろんね、はい、まあ、だからこういうのやってるの見たことないけど、うん、今もうあんまドラマとかでなかなか出てこないんですけど、ね、うん、その子役のイメージが強すぎるから多分あんまりドラマ出てこないと思うんですけど、でもやっぱ稽古できるとしたら芦田愛菜だなっていう。芦田愛菜新しいね。そうでしょ、うん、菅田将暉と芦田愛菜、ね、菅田将暉と芦田愛菜、うん、で、まあ、さっきあの伊藤さんの好きなキャラクターで挙げてたんですけど、雪村恵子ってそんな大したキャラクターじゃないっていうか、あんま出てこないよね。まあね、うん、で癖もないんですよ、うん、癖はない、本当に癖がないんですよ、うん、だからこそちょっと芦田愛菜さんに王道のヒロインみたいな感じでやっていただきたい、うん、なるほどね、
芦田愛菜ね。鼻で笑いましたか。芦田愛菜。私のキャスティング。はい。はい。わかりました。で僕はもう本当今時ですね。浜辺美波ちゃんですね。これもすごい合ってると思う。キャラクターもなんか明るい感じの。ねえ。いや美人だから。稽古は美人なのかな。稽古美人でしょ、どう考えたって。まあ、学園のまどまけあるけど、ね、本当浜辺美波になると思うよ、これ美波、ね、実際ドラマ化、実写化したらちょっとどうかな。いや、芦田愛菜に言われたくないの。少なくともとりあえずは芦田愛菜だとビンタだけ上手くなれば芦田愛菜で全然いける。なんか優等生って感じはしないんだよね、浜辺美波ってね。そう、ちょっとやんちゃじゃないですか。そう、優等生って感じじゃない。優等生おかしいな。優等生って感じだと僕こちらかな。石田ひかりさん。あ、いや優等生。違う、吉住変だよ。ゆり子じゃなくて光の方で変だよ。稽古を光石田にやらせようとしてんだよ。めちゃくちゃ変だよ。ゆり子さんでも良かったから。まあまあまあ、いや良くないの。そのなんていうの、おじさんとおばさんで劇やってるわけじゃないんだから。そっちで行くなら松下由紀もあったんですよ。松下由紀。松下由紀。松下由紀。振り返ればの頃の松下由紀。松下由紀。松下由紀ってあいつ、あの人、ね、あの朝はパンの人です。松下由紀は、ね、変だよ。え？変だよ。なんかちょっとむっちりしすぎちゃった。最近。いや最近の。むっちりしすぎ。最近のじゃないです。最近。だから唐沢さん松下由紀。90年代にやってる。桑原です。桑原。桑原ね。はい、桑原、僕これ勝負に出ました。はい、このカードを切りたい。はい、ダン。インポッシブルエイジ。やめてよ。次元と全然イメージ違うな。かかってこいや。いや、かかってこいや言ってるけど、まあ、エイジからのパターンでもいいかもね。面白いかも。あのやっぱリアクションが大事だと思うんですよ、うん、桑原って。確かに。でも桑原って背高いんでしょ。背高い。そこはちょっと下駄履いてもらわないとしょうがないですけど。下駄履かせんの。で年もちょっと違うんですけど、うん、設定上は、まあ、30、40手前ぐらいですか。若く見えりゃいいけど、ね、桑原のところは確かに芸人でもいいかもしれない。そう、芸人でもいいなと思って、まあね、最初粗品かなと思ったんですけど、粗品だったらこう身長とかもいい感じだと思ったんですけど、やっぱちょっとこのリアクションの良さみたいなのが欲しかったんで、てめえはこんなもんじゃねえはずだろっていうのをいつの間にそのモノマネできるようになったずっといつできるようになったずっと。エイジはちょっと違うんだよ。エイジです、はい、僕は桑原役はこちらですね、江本時生君ですね。あー、わかる。これはすごいイメージ合ってると思うのよね、うんうん、弟の方ですか。弟の方。弟の方ですね、うん、だ顔つきもなんか、はい、なんとなくそれっぽいし、おもながで、はい、ね、うん、ちょっと抜けてる感じだけどね。いい、そう、めちゃくちゃ合ってる感じはしますね。できるで、何でもできるでしょ、この人は。できると思います。どんな役でも。ちょっと線が細い感じは。そうだね、桑原線細いじゃん、なんか。細長い、俺細長いイメージなんだよ、まあ、細長いですよ、うん。ちょっとヤンキーというか。大丈夫。大丈夫。できる。こっちの方が良くないですか。エイジよりか絶対こっちの方がいい。まあ、僕もちょっと線太めで。うん、筒井道隆で。いや締めっぽくない。イメージも違うし。筒井道隆さん、締めっぽくない。うん、まあ、なんか最近結構変わってきてるから、うん、またキャラも。だって、うん、半沢で嫌なやつやってた人。そう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 。よかったよね、あれでもね、うん、嫌な役やつだね。まあ、ね、嫌な役よかったですけどね、うん、ちょっと、クラマ見えてきちゃったな。何で合わせてきたか見えてきちゃったな、ちょっと。どういうことですか、何言ってるんですか。クラマ、はい、クラマこちらです。ババン、神木隆之介。まあね、それ系だよね。そう、それはわかる。神木隆之介君、はいはいはい、神木隆之介君、まあちょっとカツラをかぶってもらうことになりますけど、ね、やっぱ頭がいい感じも出せるし、うん、神木君、陽子の似合いそうだもんね。陽子はね、陽子はいるんですよ。陽子は陽子でいる。陽子は陽子でいるんですよ。陽子は人変わっちゃうから。陽子はこちらです。人くらいと珍しくない、福士蒼太。陽子になると福士蒼太。ちょっと出所少ないけど大丈夫。福士蒼太にして。もう全然大丈夫です。ただこれね、福士蒼太って書いたんですけど、うん、ちょっとね、最近昨日か有吉さんのラジオを聞いてたんですね、うん、そしたらあの横浜流星君、うん、あ、流星君陽子の役できそうじゃん。いや、僕は横浜流星にしましたよ。そう、だから鞍馬は、ね、うん、横浜流星さんは
極真の使い手なんですよ。そうそうそう、いやすごい。だからアクションとかも余裕でいけるから、うん、無知も使えそうだしね、横浜流星は。無知は分かんないけどこの二択だと思います。まあ、横浜流星でいいと思いますよ。陽子はキツネ顔だもんね、ちょっとね、はい、うん、まあ、まあ神木君ですね、まあ、メインは、うん、あれも俺はちょっと優しさも欲しいなと思って、うん、田辺誠一さん。いやそっちかよ、そっちかよって。二択になってないの。ないないない、そんなパターンない。田辺誠一なんか、ね、ないよ。誰でもないよ。田辺誠一さんです。ちょっともうワンパターンもあったんすよ。何？高見沢俊彦。はい、髪型だけだけどね。で、陽子になったら、うんうん、京本政樹。京本政樹でいいじゃん、それ元から。いや、やっぱ変身した時にこうキツネ目になってほしいですよ。なので、しょうがないです。ヒエ、ヒエはもうこれ一択しかないんじゃないですか。佐藤健。ああ、まあ確かにね。佐藤健ね。佐藤健って身長どうなの？ちっちゃいんじゃない？そんな高くはない。そんな高くないんだ。で目クリッとしてて、うん、ね、でやっぱこう、まあルロケンやってたから、うん、素早いイメージもあるし。うんうん、まあ、素早かったですよ。ルロケンでは。ルロケンはだいぶ、ね、でやっぱ盾も。うまいじゃないですか、うん、まあね、うん、アクションはできると思いますよ。そのクールなセリフもハマりそうだし、うんうん、やっぱ佐藤健さんかなっていう感じですかね。まあまあ、はい、まあまあまあ、ね、うん、僕は、山田涼介くんですね。山田涼介くんも身長160ちょいぐらいで、はいはい、まあ、背低い人で探しましたけど、はい、でまあアクションもねすごいできるんで山田涼介くんは、うん、で意外とあのいい体してるんで気に変わって、なるほどね、それ合ってると思いますよ。なるほどね、うん、言えます。じゃあ応援札国流派って言えるでしょ。大きい声 で、え、大きい声で言わなきゃ。言えるでしょ、それは。山田涼介君、まあ、僕も筋肉っていう面ではこの人かなっていう、うん、西島秀俊さん。でかくない？全然でかくない？でかいのよ、ちっちゃいからやっぱ、まあ、何の役でもできますしね。じゃあ でかいからじゃないの、その年なの。西島さんが出てきたらもしかしたら冷えだけど今回も公安なんじゃないかって思っちゃう人もいるかもしれない。いやいないです。いや、モズだ。モズしか見てない人。いや、西島さんね、はい、毎回公安なのよ。公安多いね。確かに、あれもそうだし ね、うん、ね、奥様は取り扱い注意もね。それだったらもう一個ありました。何ですか？冷え役、はい、真田広之。ちっちゃいけどね。ちっちゃくて刀がうまい。まあ確かにね、刀がうまい。刀がうまい。この二択で、うん、ボタン、ボタン、ボタンは俺これハマり役見つけました、はい、この人だと思います。バッスン、長澤まさみさん。ちょっと、なんで、まあ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 、ちょっと年いってる。いや、ボタンは、ボタンはだから年齢不詳なんですよ。だけど、でも言ってもそのさ、まあ、学校に紛れ込んだりしてるわけじゃん。でもまあ、そう、竹中にすぐ見つかるわけじゃないですか。なんだ君は。いや、でもそれは別に大人だから見つかったわけじゃなくて、見たことない生徒だなっていうことでしょ。やっぱコメディーができなきゃいけないんで、ボタンは。まあ、最近はもうコメディーですもんね、長澤まさみさん。長澤まさみさんはもうバッチリコメディーできるし、その、なんていうんですか、ツッコミもいけるし、うん、で、その小閻魔が例えば、万が一の場合はこのおしゃぶりを取るって言った時に、うん、おしゃぶりを取るとどうなるんだっけみたいなのね、うん、この間とかいけるのはもう、ね、うん、今芸能界でも長澤まさみさんしかいない。そんなことないと思います。もうちょっといると思います。練習すればできると思います、うん、でやっぱそう若く見えるっていうのも、うんうん、まあね、うん、ありますから、まあね、33ぐらい、もうちょい上かな、もうちょい上だと思いますけど、うん、でもやっぱこう、まあね、はい、じゃあ僕は、芳根京子ちゃんですね。吉根ちゃんね、なんか顔が似てる気がするんだよな、ボタンと、吉根ちゃんね、うん、まあそれこそコメディもできますしね。いける、この彼女はコメディいける、いけるいけるいける。関西出身ですから多分。多分そんなぼんやり関西弁やってましたから。そんなぼんやりした情報で、うん、でもすごいあのなんかね、うん、どっちもいけるんで、しっかりしてるのもいけるし、うん、ちょっと抜けてる感じもね、いけます。あれ死亡フラグ出てます。真犯人フラグ、真犯人フラグ出てます。結構いろいろ出て、あのこの前のコントが始まるも出てましたし、そうね、ニューデイズだけじゃないですね、ニューデイズだけじゃないです、出てます。かわいいし、やっぱこの人かな、優しい感じ、鈴木アンジュさん。なるほどね。なるほどじゃないよ。確かに
かに着物も似合うしね。どこも納得できない。着物も似合う。どこも納得できない。やっぱり変だよ。良純。良純はまだ何？90年代で止まっちゃった人なの？いや2000年を進んでますよ。令和ですが、令和。2000年でもう2020年なの。男女さんの感じでね、やっていただけたらなと思います。いいですね。まあ、色っぽい。誰かの当たってるかもしれませんし ね。まだもう一人だけいます。あ、ボタン誰ですか？ボタン。浅野ゆう子。さらにコメディーですから、ね、浅野ゆう子、ゆう子さん、あつこさんは、あつこさんはだって裏飯の母ちゃんがあつこさんのイメージです、ね、名前がそうです、まあね、そうね、浅野ゆう子は、まあはい、キャラかぶりするんですけど、うん、浅野ゆう子さんでコメディーがバッチリ決まると思う、うん、髪型もなんか似てそうですね、そうそうそう、うん、全然違うポニーテールにしてで着物全然違うよ、何着て、うん、えあらやだよっていう、ちょっと違うのよ、あらやだよ、二人変なのはちょっとやめてよ。いやだからこっちはいっぱいこっちは普通ですよ、まあ、それもちょっと変だしね。いや変じゃないし、なんか終始ずっと変だよ。嘘だよ嘘だよ、これでいきたいよ。違うのよ、今のこの今やるとしたらの話が悠々白書ね。ああ悠々白書、いや悠々白書ですよ。え悠々白書間違った、俺悠々白書でしょ。悠々白書ですよ。アスナの白書じゃなくて、アスナの白書じゃないんですよ。その安易な白書つながりやめてください。ちょっとキムタクの時点でムムとは思いますアスナの白書の役書いてきちゃったよ。いやまあそれにしてもアスナの白書の役そのまま書いてきちゃダメだし。そういうところに持っていくわけだね。ちょっと吉住勉強不足だった、ね、勉強不足だったな、最後まで見てなかったっと、ね、そういや白書考えたんですよ。でももうビバリーヒルズしか思いつかない。そんなやついないよ。ダメだった、全部もう全部外人になっちゃったよ。そこはちょっと ボケすぎだよなと思って。ボケないでいいのよ、これはもう真剣に考えてほしいんですよ。だから俺本当クラマを高見沢さんにやってほしいっていうので全部合わせたやつが口で言ってた。ダメだ、吉住もノスタルジックなやつだったわ。そっち好きなやつだったわ。そうね、やっぱ実写化ってなるとね、揉めますから、まあね、こういうリアルに行くと。でも楽しいですけどね、本当リアル誰だろうね。でなんか北村匠海さんっていうのは出てたんですよ、ゆうすけが。あ、そうなの、決まってるの、はい、なんか ああいうのに東京リベンジャーズもやってるもんね。オフィシャルで発表されてるのか、そのロケ現場を見たみたいな目撃談とかもあったりして、ね、東京リベンジャーズと間違ってるんじゃないの可能性もあり、トグロ弟は絶対出てくるでしょ。トグロ弟は出てくるでしょ、うん、誰だろうね、トグロ弟ね。だからあれじゃないですか、ミルクボーイ小馬場。小馬場確かにサングラスかけたら一緒だね。そうですね、一緒でしょ。本当だね。笑っちゃうけどね。本当だね、めちゃくちゃ一緒じゃん。ちょっと特殊メイクすればね。そう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 、まあそう、演技力とかは知らないですよ、ね、関西弁になっちゃうかもしれないけど、まあだからほなトグロ弟ちゃうわ、ほなちゃうわ、ね、でもそれだったら HG さんとかにやってもらいたいけどね。 HG さんね、確かにね、確かに HG さんもいいよね、うんうんうん、そうで、だからあのキングダムで言うと王騎将軍を大沢たかおがやったみたいなのがあるから、うんうん、あれ上手かったし、ね、上手かった、うん、やっぱ上手い役者さんがいいですよね、うんうん、大沢たかおの王騎将軍だって普通に聞いたら変だなと思うけど、うん、実際見たらめっちゃ上手かったもんな、うん、すげえよな、でかくなって、うんね、そうだから意外な人がなる可能性もありますよね。あのキングダムは全部良かったもんね、まあ、全員良かった、ねうん、それこそ長澤まさみもね、ヨータンは良かったですし、長澤まさみはヨータンはコメディじゃないシリアスな、うん、できる、うん、橋本環奈ちゃんも良かったしね。そうね、うん、合ってたよね、うん、教会って出てきた、教会まだ出てない、教会いないんだよね、教会まだ出てない。だから今誰がやるんだっていうので、まあ、それこそ浜辺美波とか上がってましたけど、あまあぽいね、まあ、確かにぽいか、うん、なるほどね。やっぱ戸黒弟はね、小田切城とかもやりそうかなとかちょっと思ったりするんですけど、あ、まあ、小田切城はちょっと兄の方行っちゃいそうじゃない、やっぱ髪型が。いや、きれいいでしょ、ちっちゃくしなきゃいけない、きれいいでしょ。兄はもう、なんか又吉さんか、うん、ま、やっこさん、又吉さんか鬼やっこさん出てきたらもう本当に見ません、うん、それはね、それが出てきたら見ません、まあね、でそれこそ、あれ、菅田将暉くんとかの可能性もありますよ、戸黒兄。まあね、兄よ、兄、悪い役もやりたいでしょ、うん、誰が何やるか、だから比叡とかめっちゃ難しいと思う、やっぱ身長ちっちゃくなきゃいけないから、そうね、うん、だからやっぱ、まあ、寺田心くんなんかでもジャニーズ系の方とか理想だね、確かにね、まあ、ちっちゃい子多いからね、やっぱりね、なにわ男子とかの方もね、うん、人気者ですし、うん、
まあ、実際になるっていうのが楽しみですね、来年か再来年ぐらいに、うん、オファー待ってます。誰役でいきますか？北進、北進でもいいです。3人のうちの1人、北進でもいいです。北進のとこまでやるの実写で。で序盤だったらあの、うん、ランドーの前の勝利とかね、あいつね、はい、うん、いいですよ。確かにね、はい、白虎とかでもいいですよ。白虎ね、はい、まあ、あれだもう誰でもいいだろ白虎多分特殊メイクでしょあれ、うん、いやどれか当たってるといいな、まあ、楽しみにしておきましょうそれは、ね、はい、はい、吉見さんどうでした？いや、白書まだまだいけますね。まだまだいけますよね。まだまだいけますよ、まあね、全然、うん、だからまあね、あの本当言うと生き返る前の話とかもいや、そうなんね、あそこもいいもんね。いや、あそこ面白かったもん、ね、あのタヌキの話とかさ、うん、タヌキの話良かったね、覚えてたもん、あの話、あれ全部いい話だよ ね、 ね、本当。そうそうそう、あのさ、ちっちゃい子とかいたじゃん、懐いた、はい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 、あの子とかもね、はい、後々出てくるのかなと思ったら、うん、やっぱ出てこなかった、ね、戦い漫画になっちゃったんで、うん、そう、うん、でもバトル漫画になるのは規定路線だったらしいです。あ、そうなんだ。そう、うん、だから人気ないからバトルに変えたみたいなこと言われてるんですけど、もともとはバトル漫画に行く前提でどこで行くかっていうのだったんですよ。なるほどね。そうだから、まあ思ったよりその人情話があんまり人気上がらなかったんで、うん、早めに行ったっていう可能性はあると思うんですけど、良かったけどね最初も、うん、ね、大人になったらあれいいけどね、いいですよね、うん、最後タヌキ抱いて、うん、あったかいなーで死ぬっていう、ね、おじいちゃんが ね、 家族全員死んでるんですよ、あのおじいちゃん。そうなんですよ、ね、辛すぎるでしょ、事故で、ね、タヌキだって分かってても ね、 ね、うん、どこ行くんだっつって、ね、うん、良かったですね、あの話は ね、 ね、 そ、 うその辺も今度はね、そうですよ ね、 そうね、他に好きな漫画とかあったりするの？もういっぱいあります。例えば完結したやつがいいです。そうね。完結したやつで言うとだから牛音と虎とか。ああ、牛音と虎やってないね。カラクリサーカスやったんですけど。うん、カラクリはやったですね。パトレイバー。うん、パトレイバー。あ、だからあれやってるんですよ。R やってるんですよね。うん、まあ H2 やってるでしょ。うん、虹色唐辛子やってるんですよね。うん、虹色唐辛子。ね、うん、だからあとなんだ。ジョジョ。ジョジョ、ね。ジョジョ。だから一部二部とかでやってほしいですね。まあ、分けて。分けて。確かに、ね、なるほどね、2部好きだな。俺も2部結構好きなんだよね。2部好きなんですよね。気が合うね、2人は。そう。2部好きなんだよね。そう。あと、だから、そう、藤田和弘さんだと最近、総防艇壊す飯っていうのが、最近の読んでないね、うん。完結したんで、あ、そうなんだ。いつでも行けます。へ、いつでも行けます。いつでも行けます。はい。なるほど。はい、じゃまた機会あったら、ぜひ、はい、遊びに来てください。お願いします。あ、おすすめのやつ1個。あ、何ですか？あの、あんまり、あの、ドラマ化はもうされてるんですけど、はい、もやしもんっていう漫画があるんですけど、農業大学の物語、うん、でその菌とか発酵とか酒造りとか、うん、そういうのを結構詳しくやってるやつで、うん、これのこれを読んでから酒とか飲むとうまさが変わる。うまさが変わっちゃう、はい、実写のドラマはあれ笑い飯の西田さんとかえそうなんだ。もうテレ東で何年か前にやってた、そうなんですけど、まあちょっと漫画としては面白い。なるほど、ぜひぜひ。もやしもんね、もやしもん、はい、完結してますので、はい、よろしくお願いします。はい、はいはい、というわけでね、今回のゲストは作家の吉住さんでした。ありがとうございました。甲子園球児、甲子園球児の終わり方、ありがとうございました。はい、ありがとうございます、はい、さあそれでは今日の一人でご覧ください。どうぞ。すいません、僕これマッチングアプリとか初めてで。あ、私もそうなんですよ。すみません、ちょっと緊張してて。私も緊張してます。でも実はあんまりちょっとなんかちょっといろいろ信用できなくて、実は偽名で登録しちゃってて。あ、そうなんですか。そうなんです、すいません。へえ。まあ僕ちょっといろいろ昔あって、そうなんですか。暗黒武術会とかに出てたんですよ。え、暗黒武術会に。はい、最初は老人の格好で出てたんですけど、途中でまあ正体を現したみたいな感じだったんですけど。え、もしかして千の姿と技を持つ的岡鈴木。いや、千の風になる美しく歌いて秋川です。あ、こいつ歌手の秋川雅史だった。どうも、ありがとうございました。